始まりましたスマブラハウス。はい、 MC を務めさせていただきますジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして今回も素敵なお友達に遊びに来ていただきました。自己紹介よろしくお願いいたします。デトネーションゲーミング所属のネートノです。よろしくお願いします。はい、ネートノさんよろしくお願いします。さあ、そしてはい、吉本ゲーミング所属のレインです。よろしくお願いします。はい、レインさんよろしくお願いいたします。さあ、今回は、何を教えていただけますか。いや、もうニエトノさんといえば公式リーグルール。公式リーグルール、はい、はいはい、そうですね。結構ね、本人マスターだと豪語してたんで、自分していますと。その公式ルール大会の何を教えていただけますか。もう攻略ですよね、勝ち方。ああ、なるほどね。ぜひ私が聞きたい。ああ、なるほど。レインさんが聞きたい回なんですね、今回は。まあ、もちろん僕も聞きたいですけども、そもそも公式大会ルールというのはどういったものなんでしょうか。多分それ分からない方いらっしゃると思うので。じゃあ私説明しちゃっていいですか。はい、まあ、軽く説明すると、はい、まあ、普段私たちがやってる対戦と違ってアイテムがあるんですよ。はい、で、あといろんなステージがある。はい、で、かつスマッシュボール、あの超必殺技の、はい、スマッシュボールですね。スマッシュボールの切り札があるんで、はい、うん、チャージ切り札があるんで、はい、そこをうまく使っていって勝つゲーム。あと、まあステージが違ったりとか、なるほど、結構ね、あの覚えることが普段よりも多いので、うん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 、まあどうすれば勝てるのかニエタノさんっていうところで聞いていきたいなと思います。はい、そうか、普段やっているサンストックのあの終点戦場ポケスターとかではなく、はい、いろんなステージでアイテムもありでという、うん、ルールが公式大会のルールです、ね、絶対強キャラとか違うんですよ。あ、強キャラ違いますか。はい、そんなで言っても変わらないでしょ。だからまたピチューが強いとかそういうことだって、当たらなければいいんでしょ。とりあえずじゃないですか。違うんですよ。そんな違います。そんな違わないでしょ。でももうそこはね、ニエトロさんに分かりました。じゃあ早速、じゃあまずですよ、はい、まずそもそもなんですが、公式大会ルールと普通の通常ルール、うん、では、どうキャラクターのそんな変わります。その強キャラと言われるものが、まあ結構変わりますね。結構変わりますね。例えばじゃあ公式大会ルールではどんなキャラクターが強キャラとされていますか。まあ、ディディーコングとピーチデイジーと、ピーチデイジー、はいはいはい、あとベオネッタとかシュルクとか。シュルク強いですね。なんで強いんですか。まあ、単純に、うん、このルールってチャージ切り札がありなんですけど、うん、まず一番重要なのがチャージ切り札で、うん、チャージ切り札が強いやつが本当に強い、うん、結局のところチャージ切り札ってダメージを受けた方が溜まりやすいので。そうですね。 130% でチャージ切り札溜まりました、うん、あっち 60% でチャージ切り札溜まってませんの状態だと、はい、まあ、チャージ切り札一発打てば 60% の敵撃墜できるんでそっか、なるほどね。結局いくらパーセント稼いだところでチャージ切り札一発で終わるんですよ。小池さん勝てる勝てるよね、俺ね。先にいっぱい食らってよっしゃーって言うのだけ当てれば、もしかしたら2ともに勝てるそれは無理それだって申し子なんでしょそれは無理よ。ちょっと盛りました今、完全に盛りましたあ、まあ、でもまあ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 、うん、理論上はそういうことです。まあまあ、そうそうそう。で、今挙げていただいたキャラクターがチャージキリフターが強いキャラクターと。本当に超強くて、うん、逆にチャージキリフター弱いやつは、はい、もうなんかアイテムとの相性が良くてもスマッシュ強くて立ち回り強くてももうダメダメ例えばそのじゃあ例えばですけど、通常ルール、はい、で強キャラとされているもので、はい、チャージキリフター弱いからダメだよっていうの、うん、キャラクターいますか。あ、ルキナとかが切り札がピンって掲げるんですけど、はい、そのせいで発生が遅くて見てから避けれるでコンボがあるのかと言われたら、はい、そんなにない本当にテーパーのコンボしかなくて、ね、ルキナ最強格のね、一人でそうですよね。相手もあると他のキャラって掲げてる時とかも大体当たり判定あるんですけど、はいはいはい、ルキナ掲げてるのに当たり判定あるその後にフーンって突っ込むんですけど来るなっていうのもね、こう行くぜってハーンってなるんですけど、行くぜって言ってる間にあ、来るんだってなってあ、なるほどね。そっか、じゃあ強キャラとされているものでも公式大会ルールではそうでない。そう、ルキナは立ち回りとかまあ強いですけど、うん、はい、まあ、そもそも立ち回りなんてアイテムでカバーできちゃうんで。なるほど、そうかそうか。切り札が結構重要かな、うん、なってくるということなんですね。わかりました。まあ、もう一つ純粋に僕が聞きたいのは、はい、アイテムって例えばですけど、はい、全部何でも降ってくるわけじゃないですか。まあ何でも降ってきます、ね、これはいらないよ
これは絶対取っときたいっていうのが、これを見せてくれるんじゃないですか。あ、本当ですか。ぜひじゃあちょっとお願いします、はい、そうですね、アイテム見ていきますか。はい、まあ、こんな感じで今作、まあ、中身見れるんですよ。はいはい。あ、そう、え、知らないの。え、今作モンスターボールとかの中に、知らなかった。好きなのをこう、ちょっと待って、めっちゃおもろい。月とか選んで出すと、これ絶対月が出てくる。むしろの仮面だ。もうやっぱちげえな。ちなみに、ハイテムマスターだ。月はグレート名では絶対に出ないんですよ。あ、月があるから。なるほどね。ゾーラのね。そうステージだと。むしろの仮面もごめんなさいね、おじいだから俺そういうゲーム大好きだよ。スマブラのオタクの方そういうのスマブラのオタクの方すげえ、マジで知らなかったっすわ。そういう細かい伝承あるんですよ。なるほどね。あ、まず僕が思うものを言ってもいいですか。はい、いいですよ。まずもちろんそのチャージ切り札の一番左のね、はいはいはい、スマッシュボール、はい、スマッシュボール、これも絶対です。そう、絶対、うん、で2番目のお助けキャラクターを呼ぶアシストフィギュア、はいはい、これも絶対です。これも絶対です、はい。ポケモン、モンスターボールももう絶対で、まあ、ちなみに言っとくと、はい、モンスターボールは実はちょっと外れ枠が多いんですよ。あ、 なるほど。なのでアシストフィギュアとモンスターボールがあるなら絶対にアシストフィギュア取った方がいい。アシストフィギュアは外れ枠が少ないんですよね。はあ、なるほど、ね。今俺メモ。マスターボールは絶対取った方がいい。マスターボールはそうですね。モンスターボールとアシストフィギュアがあった場合はアシストフィギュア優先した方がいい。オッケー、今覚えた。みんな覚えた。そうですね。はい、で、ドラグンパーツとか、あ、そういうのはちょっと分かんないんです。分かんないんで、いや、それはね、なんか何個か集めなきゃいけないんじゃないですか。まあ、そんなに優先度的には取った方がいいですけどね、うん、はい。じゃあ、下のなんか黒い棒みたいのがあるんですよ。その2個上ですね、これです。それです。これがもうマジで強い。あ、巨頭は強いですね。これ強いですよね。ただこれ反射持ちには微妙ですね、はい、反射持ちに風跳ね返されちゃうんで。なるほど、うん。まあでも基本的に取った方がいいですね。これ強いだと思います、ね。まあ、アイテムは基本的に取った方がいいんですよ。はいはいはい、はい、取らない方がいいアイテムもありますけど、逆に取らない方がいいアイテムを教えて。例えば妖精の瓶とかはまず 100% ないといらない。逆に相手が高パワーの時は絶対に捨てた方がいいアイテムとか、はいはい、あと、まあ、なんだろう、どこだ、スクリューアタックかあるじゃないですか、はいはいはい、基本的には強いんですけど、はい、コンボキャラとか、例えばピチューとかコンボ入れれなくなるんですよ、はい、あ、そっか、弱くなる部分とかもあって、ジャンプしたらピューって、絶対に小ジャンプとかも超高くなっちゃうんで、小ジャンプとかで立ち回るキャラはまずまず取らない方がいいまである。なるほど、はい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 、まあ、あとこういうのもスーパーコーナー、ロケットベルトとかもコンボとかに支障が出るので、コンボキャラはあんまり取らない方がいいみたいな。なるほどね。のがありますね。あと単純に煙玉とか必要ないのでいらないですし。あ、そういえば一個だけ、ちょっと小木さん知ってます、はい、スマッシュボールって見分けできるんですよ。いやこれね、玉分かってますよ。その十字のやつでしょ。十字のその太いのがどっちでしょうでしょ。そのね、うわ、小木さん分かってる。いや、分かってますよ、任してくださいよ。ちなみに自分これ最近覚えました。そう、なんか最初オンライン対戦発売してほんと1週間2週間ぐらいまでは、1週間ぐらいかな、アイテムありのルールの人とかとガンガンマッチングしてたじゃないですか、うん、なんでそこで覚えました。あ、生配信とかしててどっちってなる場面が結構あったんですけど、ちょっとあれですよね、豪華ですよね、左の方が。なんか光がふわっと入ってる。あ、そうなんだ。俺その太いのが縦にある方だと思ってました。まあ、太さで見なければいいですね。そうですね。まあ、一応スマッシュボームは近づいてくるんですよね。あれ、そうでもないのか。見た目だけなんだ。一緒。じゃあ見た目だけ。なんかスマッシュボームって絶対に近づいてくるんですよ。うん、あのキャラにこんな感じで。知らなかった。でスマッシュボーム、スマッシュボールはそのランダムなんですよね。いろんな挙動があるんですけど。なるほど。ボールってこうすごい画面上移動するやつもあれば、はいはいはい、こんな感じでふわふわしてるのもあるし、またポンと落ちてるのもあるみたいな。まあ、ボムもいろいろあるんですけど、基本的には近づいてくる。へー、危ない方は近寄ってくるんですね。知らなかったそれ。いや、もうなんかこれだけで3時間ぐらいいけない。いや、すごいですね。こんなにアイテムってあれなんだろう。まあ、ズバリですけど、はい、まあ、これだけ聞きましたけど、どうしたら勝ちやすくなるもんですか、うん、公式大会。これ見てる皆さんもね、うん、ぜひ知りたいところだと思うんですけれども、まあ、このルールはまず、はい、結構知識ゲーなので、知識ゲー、アイテムの知識を覚えるのと、はい、ステージの知識を覚えるのと、はい、切り札の知識を覚えるのが大事ですね。そかまずはそうか、ルキーがねこうやってやってきてもね、そうそうそう、こうやってきても避けれるんで、うん、そうか、知らないと当たっちゃうんで。あ、なるほどね。
そうか、そういったやっぱりこうそれでどうしたらいいんですか、やっぱりオンラインですか。いや普通にトレモで分かります、これは全部大体。なるほど。アイテムもトレモで分かりますね。はいはいはい、はい、アイテムとか例えばスーパースコープとか、はい、こんなん打てば分かるじゃないですか。そうですね、打てば分かるし、はい、こんな感じでも、はい、でまあスーパースコープって吹っ飛び少ないんですけど、これ全然実は飛ばない。あ、アイテムな切るのがメインだったりしますけど、はい、あの投げるのも強いので、はい、基本的に投げるのが強かったりするんですけど、投げの吹っ飛びとか調べるのも重要かなって。なるほど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 。そういったのでこのアイテムは投げた方がいいとか、まあでもまずはまあ普通に性能を全部知った方がいいですね。例えばこのファイヤーフラワーとかキノコって、はい、あのガード一回当たっちゃうと抜けれなくなっちゃったりするんで、それ知らないと超やばいです。え、そうなんですか。そうそう、これ実はこれ当たった後はもうなんかある、当たった後はもう抜けれないんですよ、これこうやってやられると。へえ、途中でガードが割り込めないんですよね。へえ、ちょっとやってみたら分かると思うんですけど、なんで絶対に運ばれちゃうんですよ。例えばライン、これ操作動ける？動ける。ここやられると絶対にもう何もできない、ガードも。うわー、ライン、うわすごい強っ。しかもこれ操作逆になるんで、えっ、つれえ。歩くキノコに関してはそういうの知っとかないと、ただこれ出た時相手が取ってる時に食らったらもう切れるまで当てられるんで、で逆にステージとか横がもう完全に繋がってるステージはそのままブーってやって、はい、そのまま終わりみたいなのもあるんで、そういうの知っとかないと、知ってるならガードできるんで。そっか、警戒度が違うんですよ、知ってるのと知らない。確かにステージずっと繋がってるとこありますもんね、場外まで。相手がこれ持ってて知らなかったらまあ食らってもジャンプに抜けれるしみたいな、持ってたら抜けれないみたいな。なるほどね、知ってる人はもうガード張る。これは本当に知識ゲーですね。なるほど、そういうのが結構あるんですよ、調べるしかない。そう、はあ、なるほど。え、すごいいいこと聞きました、はい、でも。まあでもやっぱ、じゃあ、ニエタ的、抑えなきゃいけないアイテムは、さっきのモンスターボルトフィギュアと。モンスターフィギュアと、まあ回復、この全開系のマッシュクルトマト、ハートのツアーは、相手に取られたらやばいので、持ってた方がいいですよね。あと、星？星、あ、スター、スターももちろん。もちろん。まああとはこういう普通のアイテムは置いといて、あ、もうタイマーもやばいです。タイマーやばい。あとスマートボムがこれ自分が食らわなくなったので本当にやばくなって、持った人が食らわなくなったんですか。食らわなくなりました。変わったんだね。変わった。へー、だからもう下に投げてボーンって、で相手ガードも貫通するんで、これやばい、めちゃくちゃやばい。で、あとはやばいのはそんなに、まあ、フランクリンバッジとかはあのアイテム話はね、知ってた、あのちゃんと取ったかどうか確認がいいぐらいで、あとコッコとハチノスの違いとか、ハチノスは相手に当てないと発動し、あ、コッコは相手に当てないと発動しないけど、はい、ハチノスは下に投げても相手に向かってくる。なるほど。ので結構知っといた方、あのハチノスは強い、はい、なのでちょっと僕一ついいですか、はい、あの連れてくやついるじゃないですか。連れてくやつ下のその上です。はい、の上です。これもう一個右です。でゃこれこいつギャラが、はい、こいつが一番強い。こいつに引っ張られたらもう終わりなんだから。こいつは一回ピーって出て、うん、まあ、それに当たんなかったらいいんで、はい、で当たっちゃう。レバーチャー効くよね。レバーチャー効きます。効きますよこいつ。効きます。僕あのストーリーモードやってて、小池スペシャルでしょ。小池スペシャル効かないんだこいつは。効きます。こいつ効くんですか。効きますよ。マジかよ。あ、パーセント高いと小池スペシャルでもダメ、無視してだってもう連れてくれたらそのまま場外なんだもん。あとボスギャラがあって、これ一応あのこの状態が1で攻撃当てるとこれになって、この状態だと抜けづらくなるんで、でもう一回当てると壊れちゃう。知ってましたね。ボスギャラがをもし投げるときは前作いや前作からマジで。ボスギャラがを投げるときは絶対に一発当てて、なるほど、2段階目にしてから投げた方がいい。やっぱやっぱすごいな。やっぱそのバラの教科書。そうですね、もうほんとすごい。ボスギャラ1回1であれば何でもわかる。俺まぐれというかこんな知識出てくると思ってなくて、俺が苦手なもの言っただけなのにすごい。まあだからこういうのは一つ一つにありますよ、小ネタみたいなのは一応、まあ全部あるかどうかわかんないです。はい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 。なるほど。すごい。まあ、でもねこれ以上アイテムね追求するともう永遠に出てくるからね。出てきちゃうんで、まあ自分で皆さん調べてくださいって感じなんで。なんかねコメント欄でもこいつこんなのもあるんで実はみんな知ってるっていうのを教えてくれればよりこう、まあ、僕コメントいつも毎回全部読むんでそれあの楽しいなと思うんで、ぜひなんかあの知ってる方いらっしゃいましたら、ね、物知りたい会あもうそう
でそれはもうみんな自慢しよう、俺はこんなの知ってるぜっていうのをぜひねあったらあの教えていただきたいなと。あマジで月のやつもすごいもん。俺今日でスマブラちょっと分かったなまあこれでね皆さんもねあの公式大会ねこうどん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 出ていただいて、まあ、アイテムをねトレモで全部確認するとか、うん、いろんな行動してみるっていうチャージ切り札打ってみるとか、うん、っていうだけでも、まあ、かなり変わるんじゃないかなと、うん、変わりますね。ステージをちょっと散歩するだけでも変わりますよ散歩はそれは全然わからなかったですもう絶対俺ならキノコにやられてるもんなもう同じですね絶対やられてますよね。これ知らない人多いですよね。コンサクラなんですよね確か。だって自分あのファイアフラー抜けれたんで、なんか最近の大会でコンブさんになんかアイテム貯めて爆発するの知らなくて貯めて生きてされましたもん、うん、そうこれですねそうボンバーですね。そうボンバーえこれはだから投げればいいやつ。いやこれ掲げるんですよ。掲げるんですよ。これ掲げて周囲が爆発するんですよ。自分も食らいますか。いや自分は食らわないです。そういうアイテムなんですよ。ついじゃん。でも弱いんですよ本当は。あ弱いんだ。まあ掲げたら逃げれるんで。ああなるほど出た。武器な方式。近づいちゃってガードしてなんか食らったのかな。はい、なるほどね。えってなって。やっぱ知らないとダメなんですね。そうなんですよ。なるほど。ぜひ皆さんもね、はい、トレーニングモードに潜っていただいて、いろんな知識をコメント欄に書いてくれたらなと思いますぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということで、今回の動画は以上となります。まあ、ニエトノさん流、公式大会の勝ち方、はい、選ぶべきキャラクター、取るべきアイテムということで今回の動画は終わりにさせていただきたいと思います。はい、概要欄の方にね、ニエトノさんとレインさんの YouTube チャンネル、ニエトノさんは、オープンレックのチャンネルもまあ配信はそっちで、はい、そうですよね、はい、貼っていますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こちらのチャンネルも、チャンネル登録高評価の方していただけたら、頑張れますのでぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。